タロ散歩チャンネル。今回到着しました。白老。白老で、ね、何食べるかですよね。国がこのウポポエに入れてる力の、ね、入れようがすごいですけれども、臨時の改札口作っちゃうぐらいですからね。ラブ、心、キロの力、カント、空、レラ、風っていうふうに書いてますけれども、これお土産でもらおうと思ったんですけども、このウポポエ口の方の臨時改札口ではね、ちょっとそれは勘弁してくれということで、一回反対側の方の改札に出て、それでこれちょっとお土産でもらえますよ。こちらですね。はい、ありがとうございます。まあ、ここで何を食べるかというか、いろいろ考えたんですけれども、まあ、駅のね、こっちが海側の方にも、まあ、いろんな食べるところはあるんですけれども、でもね、せっかく、白老には、ウポポイというね、あ、ここに書いてますけれども、民族共生象徴集、空間、まあ、いわゆる、まあ、アイヌ民族の文化をね、こう学ぶことができる、そういう施設があるんですけれども、でせっかく、ね、そこに来たんだから、まあ、アイヌ料理を振る舞ってくださる、そういうようなお店が確かあったような気がするんで、あっちの方に。でそれをね、ちょっと食事でいただこうかなと思います。多分ね、今回ちょっとメインで割とつぎ込むのはその辺になるかもしれないですけどね。まあ、ちなみに現在の時刻が11時51分。天気はまあまあいい感じです。ちょっと風が強くて若干ヒヤッとするかなってぐらいですけどね。で、この連絡通路を渡って降りて、ちょっと向こうの方に行けば、ウポポイがあるという形です。これですね。で、中に入るには他に入場料かかるんですけれども、その手前のところになんか食べるところがあるんで、まあ、その辺でちょっと何か食べようかなと思います、今回は。イランカラプテ、ようこそ白老町へ。まあ、イランカラプテとこんにちはっていうような意味なんですけれども、このウポポイの PR キャラのトレッポくん、これ何だったかな、なんかの食べ物っていうか、なんかの野菜だったんですよね。なんだっけな、ネギだったかな、忘れちゃった。ここに公園があって、結構ね、ちびっこがこの白いドーム状のオブジェの上でなんかぴょんぴょん飛び跳ねてますけれども、ここには SL が止まってます。デゴイチかな。あ、そうですね、デゴイチがこんなところに止まってますけれども、あ、すごい、 D51 のゾロ目333号機。このデゴイチのところを右に曲がっていったらあるはずです。ちなみにこれなんだ、よいしょ、愛称 SL ポロト号って書いてますけれども、まあ、あるあるでこの辺走ってました。室蘭線、函館線、江差線、松前線、夕張線、万治線、コロナ線、大体この�辺走ってて、昭和50年、まあ、私が生まれる1年前に会社になった、そういうような SL だそうです。できたのが昭和14年、だから36年間使われたってことですね。白老町内はこういったコミュニティバスが走ってますよ。あ、で、この辺です、この辺です。この辺にね、なんか食べるところがそこそこあるんで、そうだ、とりあえず、まあ、お昼ご飯的な何かいただきますか。ワンちゃん、あ、まあ、そうか、ワンちゃん、犬も、お犬さんはもう入店 OK。で、ここはですね、5月17日より再開するということで、ここは空いてませんね。ここは5月20日からで、今日は空いてません。さっきのバスがちょうどここに止まりましたよ。で、ここには民族共生の人、松浦武四郎。まあ、北海道を北海道と名付けたのが、この松浦武四郎という人です。
そう、だからこの方がね、北海道の地名を日本語じゃなくてアイヌ語由来のものにして、それに漢字を当ててったっていう。北海道の貝も、まあ、実は日本語じゃなくてアイヌ語から取って、まあ、それをなんか東海道とか南海道のような海の字に当てたっていう、最終的にはね、まあ、そういうようなね、いきさつがあるんですよ、まあのようなことが書いてあります。でですね、まあ、こういうような市内、市街地循環便、まあ、いわゆるコミュニティバスもいいんですけれども、食べる場所は、ここはインフォメーションセンターですよ、観光案内所みたいな。ウポポイは1回500円で車を止めれるみたいです。あ、こっちに日本語がありましたけれども、乗用車が1回500円で、バイクは無料ということになります。ただバイクといっても、この幅が90センチ以上か、まあ、もしくはサイドカーのようなものであれば、四輪車扱いは乗用車と同じ扱いになりますみたいなことを書いてます。歩行者の入り口がここということで、ここから入っていきたいと思いますが、そこそこ賑わってる感じです。まあこれでお金払って中入ってる人がどれだけいるかちょっとわかんないですけど、まあ、ちなみに中はこんな感じで、なんだっけな、ポロトコタンとかっていう池があるんだったかな、これか、中に池があるんですよね。あのウポポイができる前にもなんかその手の施設があって、でもまあウポポイにするときにまあ思いっきり整備したっていうのが実際のところなんですけれども、あ、こっから入るみたいです。あ、そうそう、あの こういうかやぶきのね建物、そうそう、スイーツのショップ、イレンカ、ソフトクリームもあれば、まあ、さまざまなこういったものもありますけれども、これ全部アイドルで書いてあるんですよ。クンネチョク、まあ、チーズケーキなんですけど、クンネチョク、クンネチョク、パピリカパイ、リンゴのパピリカパイで、こっちの方のカフェリムゼさんでは、そこにメニューがありますね。白老さんの鮭と野菜のご飯、それからのセット、きなおはう、厚揚げと野菜のおはう、あと鮭といくらの親子丼、これは普通に美味しそうですけど1800円なんで、ね、これやっちゃうと、もうほとんどここで予算使い果たしちゃうので、ちょっとこれは勘弁にしましょう。1200円でカツカレーにするか、まあ、普通にどさんこ野菜カレーにするか、これか、全体がちょっとなんかお腹があれなので、どうかな、次1を出せば苫小牧、2を出せば、新千歳空港、3を出せば恵庭、4を出せば北広島、5で新札幌で、6で札幌、まあ、結構次、ね、どこでもなんか、まあ、軽く食べれる場所もあれば、結構お腹いっぱい食べられるような場所もあるんで、ちょっとその辺のさじ加減が難しいですね。今350円使ってるんで、まあ、ここはじゃあちょっとかなり思い切ってカツカレーいきますか。1200円ですけど、カレー食べました。まあ、よくといっても簡単に言うと江戸鹿なんですけども、江戸鹿のカツカレーと、それからお茶がちょっと独特で、エントと言いまして、なぎなた麹を使ったお茶、カフェインレスらしいですけれども、まあ、割とあのシソ科 の植物なので、割とね、あっさりすっきりと飲むことができました。で、合計で1200円でした。で、先ほどもお伝えしましたけれども、アイヌの独特な料理としてこのオハウというのがあります。まあ、簡単に言うとスープなんですよね。ただなんかお味噌とか醤油とかそういった味付けをするような日本の和食のようなそういった味付けの仕方ではなくて、本当にこう素材の味を生かしたようなそういったスープになっているようですけれども、まあ、これを頼めばよかったかなって気もしたんですけれども、まあ、今回とりあえずこっちこれにさせてもらったという感じです。他にもこのペネ芋っていう芋を使った料理とか、それからそうですね、アイヌっぽいのは何かな、アイヌ料理っぽいのはまあやっぱり鮭とイクラとかやってたんでしょうかね。それはともかくね、その今風にアレンジされたものもありますけれども、まあどう見ても名前だけがアイヌ語だっていうのもありますけど、カツカレーなんかそうですけれども、
でもこうやってアイヌの文化を味わうことができるというのはこの、まあ、白老のここのいいところかもわからないですね。とりあえず寒いんで、寒いというかもう列車がそろそろ来ちゃうんで白老駅に戻ってしまいますけれども、このねプレッポ君もまたねということで、スイウヌカランボ、スイウヌカランボということで、そうですね、じゃあとりあえず列車に乗る前に次の目的地をサイコロで決めましょう。じゃあサイコロ振りたいと思います。えい、今度は6はですね、これ今白老じゃないですか、苫小牧新千歳空港恵庭北広島新札幌札幌、あ、もういきなりね札幌に行きます。毎度お約束の札幌駅になりますけれども、じゃあ今度は普通列車を乗り継いでいくという感じにしましょうかね。で、あとね十数分後に苫小牧行きの普通列車が出て、でそこからは札幌方面の列車は、まあ、それなりの本数出てるので、それに乗ってでは札幌に行きたいと思います。これね、食べるところが逆に札幌ありすぎて何食べようか迷いますね。何しよう。ちなみにこの辺は海抜6メートル、若干高さはあるような感じです。もうちょっと行ったら本当海なんですけど、白老のね、今回はこの1日散歩切符を基本的に使ってる感じです。2540円、ただまあ特急とかバスとかまあうまく使ってくれということで全然いいんですけれども、まあせっかくこの切符があるんでしっかりと普通列車で札幌まで行きましょう。これから乗る普通列車はここで特急に追い越されるらしいんですよ。あれかな、なんかみんな待ってるこの2番乗り場がそこら辺ぐらいに特急が止まると思うんですけれども、その特急が出た後に普通列車が出るという形です。お客さんどうかな、これ多分これは皆さん特急に乗りたがってるお客さんだと思うので、普通列車に乗りたがってる方そんなにいないっぽいんですけれども、どうかな、お願いします。札幌行きと苫小牧行きの改札です。はい、苫小牧の普通列車です。普通列車3番の乗り場です。苫小牧行き、はい、ありがとうございます。まあ、大体の方が特急に乗るところ、私はこれが普通列車で行きます。今回も動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram、ブログサイト、タロ散歩&雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。通知もオンにしてね。